はじめまして、日本維新の会、宮沢貴人であります。まずは東大日本大震災の犠牲者の皆様に哀悼の意を表明したいと思います。まず、簡単に自己紹介をさせていただきます。私は30年間、脳神経外科医として大学病院を中心に勤務しておりました。実は私は高杉晋作の大ファンであります。安倍総理と同年齢の新人議員ではありますが、最も国民の意識に近い国会議員の一人として質問をさせていただきます。まず、私が政治の世界に入って一番感じたのは、政治家の先生方は全体に元気で非常に若く見えます。実は長寿社会を自立しながら有意義に過ごす秘訣を政治家の皆様が自然に身につけているように思います。では最初の質問です。資料1にありますように、長野県は男女ともに長寿日本一であるという結果が報道されました。安倍総理に伺います。これはなぜだと思われますでしょうか。頭に浮かんだお答えで結構です。安倍内閣総理大臣。今、国会議員は、我々と実年齢よりも若いというご指摘がありましたが、私もよく、直接会うとですね、若いですねと言われることが、多いわけでございますが、そこでですね、長野県の方は平均寿命もそうなんですが、一人当たりの医療費の支出においても日本では最も少ない県であるということを承知をしておりますが、例えばですね、県民一人当たりの保健師さんの数は結構多いだというふうに伺っておりまして、健康指導をずいぶん入念にやっておられる。特に高齢者に対してですね、訪問して食生活あるいは行動においての指導を、さまざまな指導をしておられることがですね、結果として予防にもつながり、加齢によるですね、さまざまな障害を防ぐことにつながっているのではないか。同時にですね、長野県の方は大変真面目に物事を論理立てて考えられる中においてですね、できるだけで入院をするよりも家で療養した方がいいという考え方も多いというふうに伺っております。そうした県民のですね、さまざまな対応の結果として健康持病が長くなっているのではないかと、このように推察をしております。宮沢貴人君。ありがとうございました。もうほぼ完璧なお答えでした。すなわちですね、脳外科医の立場で申しますと、常に物事を深く考えて脳を使っていますと、心身ともに健康と若々しさを保つことができるのだと思います。これは私が患者さんから得た教訓であります。つまり一生仕事あるいは勉強をしながらは脳を使い続けていればいいのだと思います。これこそが安倍総理そして我が党代表橋下徹大阪市長が自立の秘訣であり、政治家として医師として私が国民に最も訴えたいことであります。ここで私が昨年12月の衆議院選挙におきまして、長野県民の方々と接しながら頭に浮かんだ言葉を披露いたします。皆さんこちらへ。行動市民という言葉であります。これは私の造語です。孔子とかそういう偉い方々の言葉ではありません。すなわちですね、深く考えた上で決断し、素早く的確に行動し、志を持って前向きに生きる民ということです。県民の自立を促すためにこの言葉を地元において私は普及させていきたいと考えておりますが、僭越ながらぜひ全国の皆様にもこの言葉を伝えたいとも考えております。安倍総理、この行動市民という言葉、どのような感想をお持ちでしょうか。安倍内閣総理大臣。
今日初めてこの言葉を私も知ることとなったわけでありますが、考えて動く、そして志を持った市民国民という意味なんだろうと思いますが、これはお世辞ではなくてですね、本当にいい言葉だなと、こんなように思いました。この考え方でもってですね、国民みんなが行動していくことはとっても大切なんだなと、改めて今日はこういう言葉を教えていただきまして、私もこれは機会があることに献金復唱していきたいと、このように思っております。宮沢隆人君。過分なお言葉いただきありがとうございます。非常に嬉しいです。こんな哲学的議論を、ふっかけてしまって申し訳ないんですが、ちょっと前まで国民であった議員の一人として思うのは、今の日本人に足りないのは人生観とか死生観を含めた哲学的議論なのではないかと思っておりました。ぜひ政治家の皆さんの一人一人の哲学を国民に語っていただいて、日本を正しい方向に導いていただきたいと思います。ではいよいよ医療関係の質問をさせていただきます。質問の前に私の医系議員としての基本スタンスを明確にしておきたいと思います。私は医師生活のほとんどを大学病院で過ごしてきましたので、外科系臨床医と研究者両方の側面を持っております。正式に医師会会員になったことはありません。またこの度の選挙で医師会から政治献金は一切受けておりません。したがってこれからの議員生活の間に特定の医療系団体および厚生労働省にも偏った肩入れをしないよう、公平にバランスよく配慮し、真に国民のために働く政治家でありたいと思っております。同時に医師や看護師が疲弊し医療界を去っていくようでは、やはり医療崩壊が進みますので、一生懸命働く医療従事者の味方でありたいと思っております。次の質問です。現在医師不足が深刻と言われておりますが、原因としてさまざまな要素が含まれています。どのような要素が含まれているとお考えでしょうか。厚生労働大臣、お願いいたします。田村厚生労働大臣。まず絶対数が足らないという議論があります。よく OECD 諸国と比べて、加重平均で、大体1000名当たり 2.7 人、日本は 2.2 人という話ですから、絶対数が足りないという話もあるんですが、それだけではなくてですね、例えば地域の偏在、これはもうかなり日本の国で地域の偏在がございます。ちょっと見てみますと、京都府が10万人あたりですね 286.2 人に対して、一番少ない埼玉が 142.6 人と、これかなりですね倍ぐらい離れていると。さらに申し上げれば診療科の偏在、これももう大問題。小児科でありますが産婦人科、救急、こういうものに対してなかなかお医者様がうまく配置できていないという問題があります。さらに言いますと、やはり女性医師が昨今はですね、試験に受かってこられる、国家資格を取られる方は大変多いんですけれども、どうしても出産やいろんな問題で、医療現場からリタイアされてなかなか帰ってきていただけないという問題、さまざまな問題がありますので、これに関してですね、地域の医師不足、これに対しての対策を今文部科学省立てておりまして、例えばですね、地域医療再生基金を使ったりでありますとか、それから地域医療支援センター、こういうものを利用していただいて適正配分をしていく。さらにはですね、そもそも大学の医学部の定員枠、これに地域枠というものを設けてですね、やはり地域枠というものを設けた中で地元に残ってもらう、こういうこともしていく必要があるんではないかということでありまして、総合的な対策が必要であろうというふうに思っております。宮沢隆人君。はい、ありがとうございました。これもほぼ完璧な答えだったと思います。ご返答の中で地域医療支援センターという話が出てきましたが、これは2011年にスタートして運営費として平成24年度7億3000万円がつき、平成25年度は9億6000万円が予算案として提出されています。この組織は本当に機能して成果が上がっているのでしょうか。厚生労働大臣、よろしくお願いします。田村厚生労働大臣。
24年度でですね、今まあお話しいただきましたとおり 7.3 億円という話でございまして、全国まあ20件に設置をいただきました。723名が24年の11月末までこれをセンターを利用して斡旋や派遣を行っておるということでございます。ちなみに25年度はですね、さらにこれを増やしていって全体で30箇所ですねにしていきたいというふうに思っておりますが、まあ、最終的には47都道府県これすべてこれを設置をいただく中におきまして、まあ、斡旋や派遣という形でですね、必要なところに医師が行き渡るようにということで、まあ、応援をしてまいりたいというふうに思っております。宮沢貴人君。今のまあセンターを含めて、厚生労働省は医師不足問題を解決するためにさまざまな施策を練っていると思いますが、今後それぞれの施策の成果をきちんと検証し公表していただきたいと思います。それから今日は時間の関係で省きましたが、自民党内には今東北地方の被災地に医学部を新設しようという動きがあるようですが、医学部新設を考える前にまずしなければいけない施策が山ほどあります。医学部新設については慎重に検討をしていただきたいと思います。次に70から74歳高齢者の医療費窓口負担1割据え置きについてお尋ねします。資料は、資料3に詳しくあります。詳細は省きますが、結論として毎年約2000億円の公費を投入し、今年度までの累計は1兆円に上っております。現役世代の保険料負担がどんどん増えております。この問題は決して小さな問題ではありません。税社会保障一体改革の中にある社会保障の在り方を高齢者偏重から若い世代の方を見て全世代対応型に変えていくという方針に反していると思います。では質問です。過去の予算委員会において御党の小泉進次郎議員が70から74歳医療費窓口負担を即刻1割から2割に戻すよう強く提言しておりました。厚生労働大臣としてはこの事実をどのようにお考えでしょうか。よろしくお願いします。田村厚生労働大臣。この場で私と小泉委員とのやり取りであったわけでありますけれども、与党内でもですね、この世代間の公平という意味からしてですね、まあこれ本則は2割負担となっておりますので、本則に早く戻すべきではないかというご意見があるのは十分に承知をいたしております。一方で、まあ高齢者の負担が、まあ負担が増えるというか、これは実際は70になった時点で3割から2割に下がるわけでありますから、それが1割に下がるか2割に下がるかという下がり方の問題なんですけれども、とは言いながら1割の負担で収まると予測をしていたものがですね、2割負担になるということ自体に対して、やはり高齢者の生活というものの設計を考えていかなければならないと、早急にこれを判断するのはなかなか厳しいんではないかという慎重なご意見があるのも事実だから、両方意見としてはあるのは事実であります。ただやはり本則2割負担というふうになっておりますので、これは2割に戻すことが原則であるというのは私の認識であります。ただ一方で、低所得者に対するきめ細かな対応をしなければならないことも事実でございまして、ここのバランス、これにも財源がかかりますので、それもしっかりと財源の目処をつけながら対応していかなきゃならないということもございます。たまたま今回はですね、補正予算が非常に緊急な補正予算でございまして、これを決定するですね、なかなかその期間というものとの、まあ、タイムラグがございましたものでありますから、まあ、スタートはこの1割のままという話でございますが、これまたこれから議論をさせていただいてですね、できる限り早い段階で結論を得てまいりたいというふうに思っております。申し上げれば、なかなかですね、すぐにはというのは事務的な市町村の対応もございますので、すぐにこれ2割戻すということはできないわけでございますから、周知期間というのもいるわけでございまして、そこも含めてご理解をいただければというふうに思います。宮沢貴人君。はい、どうもありがとうございました。そのできるだけ早くというタイミングが非常に気になるところですが、私は小泉議員の主張は全く正しいと思っております。ある意味小泉議員の世代の若者世代の悲痛な叫びであると思います。しかも今後の消費税引
き上げとのタイミングが重なったりしますと、ますます先延ばしということで引き上げは難しくなるのではないかと思いますので、ちょっとこれは早急に考えていただきたいと思います。この後は安倍総理と厚生労働大臣にお尋ねします。この問題は引き続きなんですが、さらに重要なのは民主党政権、今回の自公政権で1割負担を2割負担に戻せない理由として選挙が控えているからという報道が盛んになされています。このようなお考えは、自民党内の中にあるのでしょうか。よろしくお願いします。田村厚生労働大臣。選挙って参議院選挙のことでございますかね、今年の7月ですか、予定されてますが、いずれにいたしましてもですね、今も申し上げましたけれども、事務手続き考えますと、なかなか7月までに引き上げを行うというのは難しいわけであります。これも物理的な問題でございますので、そういう意味からいたしますと、その問題とは一切関係しないというふうにご理解いただいて結構だと思います。宮沢隆人君。私が昨年の選挙で高齢者のお話を伺った限りでは、現役世代を苦しめてまで自分たちの負担を軽減したいと考えている高齢者は決して多くはないと思います。選挙での高齢者の票を取れないのではないかというような心配は全く無用と思います。どうか参議院選挙後と言わず、できるだけ早く窓口負担を1割に据え置く特例措置を廃止していただきたいと思います。そしてこの高齢者医療費の負担増に踏み切るかどうかは、新政権に社会保障の立て直しに本気で取り組む覚悟があるか否かの試金石になると思います。 TPP と同様、本気で速やかに決断し取り組んでいただきたいと思います。そうでないと、まず選挙ありきの古い自民党体質が国民に見透かされ、自民党支持率を一気に落とすことになるのではないかと心配しております。結果として、我々日本維新の会が票をいただくことになるかもしれません。最後の質問です。私は医師ですので、大病を患った結果、人生観が変わり、達観し優れた人格者になった患者さんをたくさん見てきました。安倍総理がかつておっしゃった命をかけて日本を再生する覚悟が本物であることは、これは私の医者から見るとすぐわかります。安倍総理、大病を患った後に復活されたリーダーの一人として、このような見方をどのようにお感じになりますでしょうか。安倍内閣総理大臣。ただいま、宮沢議員にそういう見立てをしていただいて、大変勇気づけられる思いで、ございました。私がまだ中学生ぐらいの頃ですね、私の祖父の岸信介が、人間というのは一回刑務所に入るか、あるいは一回大病をしなければ、人間は大きくならないと、こう言っていたんですね。幸い私は刑務所には入ってはいないんですが、しかし、潰瘍性大腸炎という難病によってですね、長期間入院したことはあったんですが、6年前に結局1年間で総理の職を辞する、しかも突然という形でございましたから、国民の皆様に大きなご迷惑をおかけをした、この挫折によってですね、私はやはりもう一度国のために尽くすとはどういうことだということを深く考える時間が与えられたなと、このように思います。今宮沢議員にまさに勇気づけていただきましたので、さらに一層、自民党に対する信任が下がらないように頑張ってまいりたいと、このように思っております。宮沢隆人君。総理大臣というのは本当に激務だなというのはここへ来てよく分かりました。ぜひ頑張っていただきたいと思います。で、以上野党という立場での質問でしたが、結果として我々は日本が再生してほしい、それだけですので、私及び日本維新の会は与党の足を引っ張ることを目的にはしません。松並議員が先週述べましたように、是々非々で対応していく所存です。ただし、
従来の自民党政治のように支持団体などの意向に沿いすぎて日本を間違った方向に導きそうな政策に対しては、我々団体に依存しない日本維新の会としては容赦なく反論していきますので、ご承知おきください。以上、終わらせていただきます。拙い1年生議員の質問に答えていただき、誠にありがとうございました。これにて宮沢君の質疑は終了いたしました。